それでも劇場に立たなくて、立たないで別の仕事をしてていいと思ってるの。そんなのは嫌だなと思って。それよりモアモアジャンプとして初めてのテレビ出演を成功させられるようにしたいな。しっかり準備して挑まなくちゃ。あんた本当に大丈夫なの？うん、いつでも行けるよ。しずくちゃんの思いがたくさんの人に届いたんだね。今も私もみんなと一緒にありのままの私で輝きたいって気持ちでステージに立てるの。夢はきっと実りんり、希望の花束届けます。モアモアジャンプ花里みのりです。遥か遠くどこまでも希望の歌が届きますように。同じくモアモアジャンプ桐谷遥です。今日もみんなに愛をデリバリー。モアモアジャンプラブリーアイリー、桃井愛理です。ひとしずくの幸せ届けます。フォアマージャンプ日の森しずくです。せいぜい頑張って。少しはアイドルとしての私を認めてもらえたのかしら。私は私らしくこの場所で希望を届けていきましょう。